ちは。 AV 監督のレビレビニューワールドです。今回もいろんな企画の種を考えていこうと思います。ってことなんですけど、今日何をしますか、井上さん。ノープランス。ノープラン。ノープランです。ノープラン。困っちゃいましたね。レミレミニューワールドの、はい、対戦してみたい男優さん。それ聞くんですか。支障をきたさないですか、仕事に。ゆうちゃん、なんか聞く。私たちって結構ディレクターとかみんな企画班企画出したりするじゃないですか。で結構その通ったものは作品になるけれど、その通った裏側にはたくさんの没企画があると思うんですよ、うん、今回その没企画をみんなで喋っていって、まあ、もしかしたらその時は没になったけど今だったらブラッシュアップして新しい企画にしようとか。あ、なるほどね。 AV 没企画供養会とかどうですか。あり。あり。私は新卒の時なんですけど、なんか縄文時代のを企画書出して、なんか縄文時代ってその祭りとかみんなで焚き火を囲んでをするみたいな、縄文人のはうまかったみたいなのが出てきたんですよ。でそれがなぜかっていうと、その祭りでみんなでをして人のを全部 P ですね。壮大すぎるっていう理由でボツになりました。で結構なんか昔のやつを企画にする人ってなんか新卒通りがちな。縄文人って、はい、クッするのするんですかね。でもなんだっけ、なんか性とかが日本に入ってきたのもキリスト教の宣教師がそうだ日本にやってきて、それまではバックしか日本人してなかったけど、それは動物のセックスだっつって、なんか性だか確かにバックやってる時なんか懐かしさあるもんね。行きやすいですよね。行きやすいです。セックス将棋とか出してボツになりましたね。それどういう企画なの。あの女の子が2人いて、まあ、対戦していくんですけど、後ろには男の人がいて、そのやられながら対戦していってみたいな。ああ、昼飯何頼む。いつも話題になるじゃん、なんか。はいはい。昼飯何頼むなんて。はいはいはい。その時何頼む。その時はやっぱベルジーヌ。逆になんか没企画。シャーマンっていうじゃん。あ、呪術師の方ですか。そう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 。ああ、はいはいはい。要は縄文ですね。っていうか、まあ、高齢術を持ってる人、はい、を憑依させて、はい、取りしたら、はい、セックスシンボルとセックスできるじゃんと思って。おお。え、その時は何て言われたとか、なんでボツだったかとか言う、わかります？いや、ダメって言われた。あ、ダメなんですか、うん、そういう作品ありそうですけど、童貞のまま死んだ息子を供養するために、うん、息子を高齢させて女の子といたすみたいな。でもそれガチは確かあった気がします。それガチでやってんの。俺ガチで言っとくけど。あ、もうファンタジーじゃなく、こう本気で。確かにやるからには、うん、SOD はもうガチにこだわってますからね。やるからには本当にやらないと。僕は〇を貸し切ってビールサーバーところからおしっこを出して、おしっこビールサーバーっていうやつで考えたんですけど、子供は貸し切れないって。おしっこ好きなの。はい。全体体液全部好きなんで。あ、体液全部好き。どうしたらいいんですかね、あれ。むしろあれです、見てる人になんか企画あれば教えてほしいです。我々の力だけなく、みんながいろんなことエロいこと考えてるから、ぜひ企画があったら送ってほしいです。じゃあまあ、ボツ企画はボツになるべくしてなったんだなっていうのが、もう改めて話してみて分かりました。これからも頑張って
エッチな企画を企画案ではみんなで考えていきたいなと思ってます。じゃあちょっとグダグダになっちゃったけど今日は以上です。ありがとうございました。また見てね。あ、いや、なんで今言うの？